お楽しみ中か。おい、どこだ。あんまり逃げんなよ。これどこのおさみ。近藤先生、こっちこっち先生。いつもこんな楽しんでんのかよ、近藤。どっちだ。お、そこか。捕まえた。姉さん、わざと捕まらはったよ。楽しそうやんけ、混ぜろや。なんだこりゃ、血の匂いか。お、鼻が効く。血の匂い。え、お、よ、思ったより早く来たな。三番隊隊長、まさかの近藤さん。斉藤一です。知ってるよ、俺が呼んだんだからよ。あなたが、おいおいおい、局長の見覚えがある顔だぞ。新選組局長近藤勇だ。ドゥンドゥン、近藤勇、新選組局長近藤勇。それで頼んだ件は調べてくれたかい。例の坂本龍馬。はい、坂本が現れたという薩摩藩邸に行ってきましたが、あいにく西郷にはとぼけられました。まあそんなとこだろうな。もともと西郷には期待しちゃいなかったんだ。それはどういう意味で。坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな。あ、知ってるんだね。本人が京にいねえんだから、薩摩もいくらだって白切れる。今西郷に聞いたところでろくな返事はねえだろうよ。だからまあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃない。ただでさえ本音を見せねえ西郷の口割らせるのは簡単なことじゃねえからな。けど大収穫だ。大収穫の意味とは。いや、あんたいい仕事したぜ斉藤さんよ。俺がですか。うん、だってよ、坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだ。うわ、なんか嫌な予感する。あ、薩摩の西郷にあったその坂本龍馬ってのは真っ赤な偽物だ。だよな。やっぱりね、本物の龍馬さん。1年前に吉田東洋暗殺の濡れ衣を着せられて脱藩。その後天然理心流の使い手を追って京に潜伏。その坂本龍馬って男が今のあんただ。やっぱね、近藤勇一味違うわ。だとすりゃ長崎で英国の武器商人と取引している坂本龍馬は偽物ってことになる。だよな。お話の意味が分かりかねます。いや、もう白切る必要ないって。ここまでねえ、詰められたら長崎に払わってやらねえとあんたも話しづれえやな。まずは安心してくれていい。あんたの正体は俺の胸にしまっておく。新選組としてあんたを粛清しようって話じゃねえ。それだけは分かってくれ。単刀直入に言えよ、俺はあんたの腕を高く買っててね、別にあんたが坂本龍馬でも斎藤一でも構わねえんだ。ただある計画、俺のある計画に乗ってもらいてえとは思ってる。ある計画、はあ、日本の都を京から江戸へ移す江戸遷都計画だ。江戸遷都計画だと。その計画に乗れって。夢みてえな話だろ。だがこれは至って真面目な計画だ。これはよ、これが最終的にこの日本を救う唯一の道だと信じている。この
この国を救うために肝心なのはな、金の獅子が目指す大規模な倒幕戦争を起こさせねえことだ。このまま放っておきゃいずれ日本中を巻き込んだ倒幕戦争が起きる。だが連中が幕府を倒せたとして、その時内戦で疲弊しきった日本人にアメリカやイギリスと戦う力はもう残らねえ。するとどうなる？異国の白人連中は一発の銃も撃たずに日本を手に入れられるかもな。江戸にせんとすればそうはならねえか。そうならないっていう確信はあるのかね。ええ、ただしその前に、え、京を焼き、御所に刺客を放って朝廷を滅ぼす。京を焼き野原にするってこと？なんだろう。そうだよね、そういうことだよね。池田屋事件の時の連中と同じことをしようとしているのか。あれと一緒にされたら困るね。俺は帝をさらうような真似はしねえ。要は帝が朝廷にも幕府にも属さない、政治とは別の存在にならなきゃならねえってことだ。別の存在？そもそもこの国が勤王と幕府でぶつかってんのも、全てはどっちが偉いのか分かりにくいって話だ。だから俺はその概念ごとぶっ潰してやろうと思ってんだ。それが京の町を焼き払うことなのか。そうよ、京の町は朝廷という権力の象徴だ。だがこの国を仕切ってるのは江戸の幕府だ。これがややこしい。なら一層どっちかをなくしゃすっきりする。あんた、自分が何を言ってるのか分かっているのか。もちろんだ。だが朝廷がなくなり京が焼ければ帝も致し方なく江戸へ移られる。その時帝が住む江戸、それを仕切る幕府に勤王志士どもが入り込む余地はねえ。はい、話、日本って国の中枢を一ところに集めるんだ。やっぱり龍馬しか知らない。もしかして峰方知ってるんじゃな い, いこの話。だが朝廷を滅ぼせば、それこそ幕府は日本中の武士に報復される。だからそうならねえように、誰が京の町を焼き払ったのかわからねえようにする必要があるのさ。そしてそれができるのは選ばれし能力を持った男だから。お礼と、お礼を選んだってこと？それはまさか新選組？さあや、うわ、その計画のために新選組を作ったんだよ。見苦労大使の時より、やばい奴らや。選別するためにな。そういうことだったの？まだこの計画を知ってるのはほんの一握りの幹部だ。いやそうでしょうね。だったらなぜ俺に計画のことを話した？俺はあんたの腕を買ってるって言ったろ。それにお前さんとならよ、取引できると思ってる。確信が何かあったのかな。俺との取引？天然に神龍のこと？もしかして吉田東洋を暗殺した覆面の男のことだ。うわぁ、この駆け引き。お前さんに渡してやれる。うわぁ、この話に乗ったらってことだよね。父さんを脱藩してまで追ってるんだろ。悪い話じゃねえはずだ。あんた、やはりあの覆面の正体を知っているのか。そりゃまあな。これでも新選組の局長をやってるんだね。新選組のことは何も知らねえことはねえ。本当かよ。どうだい、覆面の男を渡してほしければまず俺の言うことを聞くってな。
いや、龍馬はそういう性格じゃないもんな。さっきの馬鹿げた計画に乗れって。まあそうよね。馬鹿げた計画、あんたの言ってることは理にかなってる。だがな、今日の町の人間はどうなる。目的のためだったら多少の犠牲は構わないってこと。これだったら脱藩した意味なくなっちゃうよね。またね、倒幕戦争が起こりゃ多少の犠牲じゃ済まなくなる。生きるとは一時が万事犠牲を伴う。そういうのが嫌でさ、抜け出したのにまたここで同じことを繰り返そうとしてるもん。お前だって多くの犠牲の上で生きてるってことを忘れるな。重い腰を上げたぞ、龍馬。おい、逃げ出すのかい。俺はどんな理由であれ、女子供を巻き込むような真似はしない。そうか。本当にそれしかないのか。何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか。ガキだな、おめえさんは。そうやって聞いてばかりで生きてきたんだろう、これまでもよ。だからあの時吉田東洋は言ったんだろうよ。お前が金の党の筆頭にふさわしい男じゃないと。お前、今なんて。なぜお前がおやっさんの話したことを知ってる。うわー、なんか好きそう。あんたがあの覆面の男って言うなら話が早い。はあ、ここであんたを切れば、新選組にいる理由もなくなるからな。おいおい、やる気か。なら切ってみりゃいい。ま、天然理心流四代目宗家の俺を決めればの話だがな。やっぱね、局長だけあってオーラが違うわ。何？え？こいつに見覚えがあるのか。一緒だ。まさか覆面のとこ本人。お前があの時の。生きてるうちにそれがわかるといいな。おいおいおい、マジかよ。お、構えも。おお、本家だけあってやっぱ違うね。さあ、オーラも違うし。1年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ。龍馬頑張るぞ。坂本龍馬、行くぞ。ここは負けらねえな、新選組局長近藤勇美。いや、よよ、危ねえ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 。まさかでもさ、足立さんが龍が如く7でね、龍が如く7でも愛くるしい おじさんキャラとして人気だった足立さんが局長とは、局長とは思わんかったわ。危ねえ危ねえ。まあね、よっしゃ。お、まあ、全然聞かない。危ねえ、全然聞かない。お、危ねえ、しといて。ちょおい、ハメを踊られてるで。なんで、ねえ、やめてよ。ハメはさ、ハメハメしないで、ハメハメしないで。うん、ここはこの方がいいな。やべ、これは素早く、素早く移動した方が良さそうだな。ねえ、やめ、なるべく、おじゃ、おしゃ、おら、おら。
危な危な、余計なんだ。で、ここはにゃー、で、トラちゃんが溜まったからトラちゃんを召喚と。やっぱ局長だけあってさ強いわ。みんなハメハメやられてるで、いけー。全然効かない、全然効かないやんけん、全然効かないやんけん、全然効かないか。ちょっと危ない、よいしょよいしょ、トゥ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 。で、一応回復しとこうかな、念のためね。念のためまたさオーラ出してハメ技やられたらさ怖いから一応回復しとくわ。しっかり回復して、で、避けて、お、やっぱ落ちた、よかった、回復しといて。うわー、やばい、時代劇みたいだよ。かっこいいね。やべやべやべ、なんかやばいやばい。うわあ、あぶらあぶら、おいしょ、ねえ男気発動で、しっかり避けて、おいしょ、ほらで、避ける、避ける、避ける、これ効くか、効くかな、ほら効かないか。おい聞いた、時間差だよ、時間差で。頑張れ龍馬、負けるな、おぶれイサメに負けるな。うーん、おらー、クソ、かっこいい、決めたかった。うわーい、うわーい、ちょっと待って、なになに今のって、ねえ、なになんか、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかさ、ファイヤーボール出してきたんだから、なんなの、あんなのありかよ。岡田伊蔵といいさ、岡田伊蔵といいさ、ああ、ああ、じゃない、あんなの出してくれた、お前、お前かったんだけど、びっくりさ、びっくりさ、どう、やめろ、やめろ、あぶね、あぶね、しっかり、あの、ガード間に合った、あぶね、あぶね、ほら、ほら、ナイチュー、おー、びっくりした、ファイヤーボール投げてくると思わなかったわ、あぶねー、強かった局長。うー、やっと倒したね。岡田伊蔵よりも強かったな。俺も衰えたもんだたまには現場にも顔を出すんだな、局長。いい気になりやがって。今度あんたはあの覆面の男じゃねえ。ん？なぜそう思う？おやつさんを切ったあの覆面の男はあんたよりも強かった。さらに上がいる。全く傷つくねえ。ってことはちょっとこれ消去法で察しがついちゃうよな、龍馬の中で。計画に乗れば教えてやる、そう言ったはずだぜ。でもこれで局長じゃないって分かったもんね、消去法で。おや、なんだ、やめるのかい。あんたの言った通りだ、俺はまだまだガキってことだ。は？分からねえことはすぐに人に聞いちまう。自分には学も教養もねえ、そう思って考えるのもやめちまう。だがな、おやつさんは誰にどうして殺されたのか、この答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだ。ガキだと言われても構わない、このことだけは最後まで意地張り続けるつもりだ。答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう。文句ねえよな。文句はあるが、勝負に負けたんだ、許可してやるよ。三番隊隊長としての仕事はする。それじゃ
あんたと戦ってもう一つ分かったことがある。何だろう。何だ。天然理心流の使い手は、まあ強かったもんね。一流の剣士ばかりだ。俺が戦うべき敵は、驚いてるとはいえね、覆面の男のさらに奥、もっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。見てたかい？お？井上？いやー強えなあいつは。そうは思わねえか、源さん。勇さん、いいのか、このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。ああ、だが、あいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれないな。真の謎？何？あれが、坂本龍馬か。本物のね、坂本龍馬よ。